で最後に今日は損失経営塾の勉強会ですので、この損失との関わりですね、それをちょっと私なりの考察をお伺いさせていきますと、同盟の目的はその抑止であろうと地域の安定であろうと、脅威に勝つためのものなんですね。でそのような意味ではその文系編にあるように、いかに負けない組織に同盟関係を作るか、そして蓄えたその性的な組織をどのように勢いを持った戦う組織に変えていくかということに応用できるかと思います。でその辺では文系編にあるように、イニシアをよく戦う者はまず勝つべからずをなして、もって敵の勝つべからずを増すと、まず腐敗の体制を整えることだと思うんですね。でその次に、勝つべからずは己にあり、勝つべきは敵にあるというようにですね、腐敗の体制とはまず自分自身で作り上げていくんだと思います。で最後に、その兵法に1に曰く宅、2に曰く領、3に曰く数、4に曰く将、5に曰く将と同じように、その戦法の基本的要素は第一に空間、第二に物力、第三に兵力、第四にこの3つの比較、第五に勝利の可能性とあると述べてますけども、一番この中で大事なのは、日米関係においては私は一番最初の空だと思うんですね。空、アメリカがなぜ日本を主張するか、それは先ほどか福山先生の言った通り、その海をとにかく太平洋と大西洋というものが存在している限り、アメリカはいまだにその距離を克服していないんです。だからその途中に日本なり同盟国なり軍事基地がないと、アメリカのパワーを影響力を及ぼすことができない。その距離を、海をその克服できたとき、初めてアメリカというのはですね、オフィシャルストラテジーというのを多分追求できるんだろうと私は思っています。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。